この部分のね、形状にちょっと注目していただきたいんですけども、動画をご覧の皆さん、こんにちは。ライフガレージのライフです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、一応僕まあホンダ車を扱ってますんで、一度ね動画にしておきたかった内容を撮りたいと思います。で、今ですね、このダンクですね、僕が乗っているダンクのタイヤをですね、これスタッドレスですね、純正に履いてるのがスタッドレスで、こっちのね、車外ホイールに履いてる方がこれ夏タイヤなんで、もう5月になろうかっていう感じなんで、夏タイヤにね、今変えてるとこです。で、まあこのホンダ車のタイヤ交換、特にこの純正のホイールですね、まあこれダンクの純正アルミなんですけど、から、まあ何でもいいんですけど、この車外ホイールに変えるとき、ちょっとですね、一つ注意点があるので、そこをね、紹介しておきます。まず、これがね、純正ホイールに使ってたホイールナットですね、これ。で、これが、この黒い方がね、この車外ホイールに付けようかなと思っているナットなんですけども、この先端ですね、この部分のね、形状にちょっと注目していただきたいんですけども、わかりにくいかもしれないですけど、二つ並べてみます。そうすると、この先端の形状、ここのね、角度、これよく見ると、全然違うんですよね。で、まぁ、ちょっとよくわからないと思いますけど、ホイール側ですね。ホイール側のボルトの穴、まぁ、これも当然ね、角度が違うんですよね。このホンダの純正ホイール用のナットですね。まぁ、ナットというか、このホイール自体がですね、この球面座っていうタイプになっていて、ここはね、丸くなってるんですよ。まぁ、この普通に売ってるホイールナットですね。これね、60度。この角度がね、60度になってるんですけど、なので、これそれぞれね、入れ替えられないんです。この純正用の球面座のやつ、これはですね、ホンダのホイールにしか使うことができません。で、まあこれ外して、まあ余ったというか、からといって、こっちのね、車外のホイール、これにはね、この角度が合わないから使えないんですよね。で、これが一応ですね、ちょっと絵にしてみました。まあ、この角度とかね、適当なんで、まあ、これ例え話として見ていただければと思うんですけど、まあ、これがね、これ車外ホイールのボルトが入るとこですね、の断面だと思っていただければと思います。で、まあ、これ車外ホイールなんで、この車外のナットですね。車外ホイール用のナット、まあ、一般的なナットで言うと、まあ、こう入れたとすると、まあ、形が当然この、角度ですね、合っているので、この黄色く塗ってあるところ、まあぴったり合ってますよね。なんで、まあここにしっかり締め付ける力がこう加わるんですね。で、万が一この車外ホイールにこの純正ホイール用の球面座のホイールナット、まあホンダ純正のやつですね、これで締めてしまうと、まあこれ例えのちょっと絵なんですけど、まあそれにしてもこの黄色く塗ってあるところですね、このぐらいしかですね、角度が合わないので接触しないんですよね。で、まあ、こっちと比べると、全然ね、この触れてるとこで、要は締め付けの力が加わるので、まあ、全然この力の加わる面積が狭くなってしまうということですね。と、何が起きるかっていうと、この締め付ける力の加わる面積ですね、これがこれだけ狭いので、緩みやすくなります、ナットが。で、ホイールナットが緩むって怖いですよね。で、緩むっていうことは、外れる可能性もあるということなので、非常にね、危険なんですけど、パッと見ね、わかりづらいし、まあ、なおかつ、立ちが悪いのはこれね、こっちを使っちゃっても、一応ね、閉まってはいくんですよ。まあ、ただ、こういう現象が起きてるんで、まあ、緩みやすくなるっていうことですね。危険であるっていうことになるので、まあ、結論としては、もしこの純正ね、ホイール今履いてる方がいたら、それで閉まっていた。例えば新車で買って、車外ホイールに変えましょうってなった時に、純正についてたナットっていうのはもう純正のホイールにしか使うことができないので、この形状的に。まあ、車外品のね、ホイール買う時は一般的なこの、ホンダ用のサイズの車外のホイールナット買わないと危険なんでね、ご注意くださいということです。で、ちなみにこの純正の球面座タイプの、例えばこう、ドレスアップ用にアルマイト加工してあるやつとか、まあいろいろね、この球面座のやつも、そういった社外品は出ているので、まあ大抵通販サイトとかだと、ホンダ純正ホイール用っていう表記がしてあるんで、まあそれとあと、
拡大のね絵とかが載っているので、純正ホイールで何かそのナットだけ変えてドレスアップしたいとかっていう時はそれ専用のものを確認してね買わないようにしないと結局同じ現象が起きるので、まあ注意してくださいっていうことですね。で最後にですね、もう一つですね、まあ今時の新しい車もうこの応急タイヤは積んでなくて多分パンク修理剤だと思うんですけど、一応ねこの僕のダンクもまだこのタイヤ積んでるんですよね。でこの形状、このね穴の形状もこれ純正のナットを使うことを前提にこれ球面座に合うようにできているので、まあ例えば僕みたいにこの車外ホイールに変えてね、車外ホイール用のこの一般的なナットで締めておいて、いざね応急タイヤを使おうっていう時にこのね純正の球面座のナットがないとこれね応急タイヤも使えなくなっちゃうんですよね。なのでまあ僕は車に積むようにしてるんですけど、まあなかなかね今これ積んでる車はそんなにないと思いますけど、まあ当てはまる方はね車外ホイールに変えたとしてもこの純正ナット、まあ必要分1輪分でいいと思うんで車に積んでおくと安心ですね。まあこのホイールナットに関してはトヨタなんかでも、トヨタが使ってるのはこう平面座って言って平らになってるやつですね。ただあれは幸い多分車外ホイールに入れようと思っても入らないと思うんで気づけるとは思うんですけど、まあ例えばタイヤ屋さんとか自動車のね整備工場とかそういうところでこう交換する場合にはね気づいてはくれると思うんですけど、つきませんよって話になると思うんですけど、これまあ知らないとね気づけないこともあると思うんで、まあ十分ご注意くださいということで今回ちょっとね、まあホンダ車一応僕も扱ってるんで動画にさせてもらいました。というわけでね、今回はもしご存知ない方がいらっしゃったらと思ってですねこのような動画を撮らせていただきました。まあ僕も最初からねこういうことを知っていたわけではないので、ぜひねご注意いただければと思います。ここでですね皆さんにちょっとお礼があります。少し前の話なんですけれども、ライフガレージですねチャンネル登録していただいている方の数が2万人をですね超えまして、本当にありがとうございます。お休みしてしまったりね、まあ、減ってもおかしくないような状況だったんですけれども、にもかかわらずたくさんの方に登録していただいたりとか、見ていただいたり高評価とかねコメントとか本当にいつもありがとうございます。もうすぐ動画投稿始めて4年になるんですけど、まあ、4年も続くと自分でも思ってなかったんですけど、まあそれはね本当に見ていただいている方のねおかげなので本当にいつもありがとうございます。まあ、大したことはできませんが今後もね相変わらずやっていきますのでお付き合いいただければと思います。今ちょっとダンクの、毎週ね作業をしてますんで、またちょっとそれが落ち着いたら一応節目節目でライブ配信とかをやってたので、また2万人記念ということでライブ配信の方をやらせていただきます。でまたお知らせしますのでよろしくお願いします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。